では今日も後付け実況やっていこうと思います。今回注目するのは追加されたばかりの RA 艦。このカードは、武力6制圧2を持っている上で回復号令を持っているという強みですね。僕もこのカードを使うならこの手のデッキ孤列で使うかバランス型の気力自在で使うかのどちらかかなと考えていましたので動画にしました。そうですね、このカードは秦軍の 1.5 コスの槍兵ってすごい激戦区ですよね。かなり層が厚いところなので、覚醒を使うプランだと他にもっと優秀なカードがいるので覚醒を使わないプランで運用することになるかなと思っていて、その場合に強いなと思ったのがこいつが素武力が高いという長所を活かせる、そんなデッキが孤列かなと思ってますね。孤列は本人が武力8で、で他も 1.5 コストで固めることで最大効果を出せるため、武力はプラス6なのですが、武力プラス6、本人プラス4なのですが、合計上昇値が、6×4 プラス4自身分の4なので、28、英傑号令より少し上回る程度で、最近の号令インフレの中では普通ぐらいという性能ではあるのですが、これに総武力31というところが重なってくると勝手が違ってくるわけでして、総武力26、一般的なデッキの平均ぐらいで組んだ武力プラス7の号令が武力プラス6の号令と総武力31であれば、結局合計的に使ってる武力は同じ数になる、そういうところが孤列の強みかなというふうに思いますね。僕もこの孤列というカード秦軍藁でよく使っているのですが、使ってて本当にこのカード周りのカードも込みですスペックがゆえに、号令のパワー以上のポテンシャルを出してくれる、そういう印象を受けております。で A 艦に関してなのですが、もうこのゲームで回復する号令が強いっていうのはもう今更かなと思いますね。もう過去に何度も回復する号令って悪さやってきてるんでね、若干タメがいってきちゃうんですが、そのタメをその素武力だったり他にもう1枚メインになる計略を入れることだったりでタメ時間の長さを補っていく、そんな感じかなと思います。さて、そろそろ試合の方移っていきますか。でここで相手が孤列の無人の心得。この計略は本当に本人の8号このスペックがゆえにかなり強い計略になっています。でこちらは加工橋4枚、で火器はもう捨て身覚悟で突っ込みに行って範囲に入れに行ってるので撤退。これちょっと内乱がギリギリだったので長子が右側回って塗っていったことで内乱が取れて、であとは孤列の効果時間が切れるまで時間を稼いでというところで、ここで火器の効果も切れましたね。で健康が削れたところで、相手は増援の方士気防護、でこれ増援打った後に迎撃が入ったの大きいですね。ここはもうこちらもライドを捨てて撤退したタイミングで、連艦を叩きたいところ。で相手はここで A 艦をチャージ、 A 艦を敵上に貼っつけた状態でチャージすることでこちらへ対応を強いる、そういった形ですね。なので敵上にたどり着くその瞬間まで待った感じかと思われます。ただこちらとしては健康が削れているので発動前に健康を削っていきたい。でこれため計略だいたい2カウントぐらいですかね、そこまでためが長くないんですよね、他のため号令計略と比べて。で武力プラス5に加えて兵力回復だいたい3割4割ぐらい、
で、こちらは残っている4部隊にもう一度下降橋。まあこのデッキこういうデッキなんで、まあこういう戦い方になりますね。で、城内突撃で A 艦を撤退させて、他の2部隊は城に張り付くまでにちょっとでも兵力を削っておこうと周走で双撃電魚の弓を与えて、ここで火牛が撤退で、ここ2部隊は孤列を追いかけましょう。で、孤列を撃破して、最後に文金ですが、ここでどうするか。なるべくならば文金はそこまで早く倒したくないですね。ちょっと時間をかけましょうか。この文金はちょっと倒すのを遅らせることで、相手の号令の次に号令に移れるタイミングを遅らせれることができるので、うまくずらせたかなと思います。で、こちらはその間に攻めに行っていた5部隊でちょっとラインを上げて工場を取りに行って、で、ここで相手の部隊がそろそろ生き返ってくるタイミングなので、火器と電魚が入れ替わって、火器をはっつけた火器で3部隊が攻撃を。こういった弓のスイッチ、マウント部隊と張り付く弓とのスイッチはこのデッキの強みかなと思います。で、ここは、最後守りに備えることも兼ねて火器を下げつつ内乱を取って、周走硬いですね。まだ周走本当にこの、気合いすって計略、僕はすごい強いと思ってるんですよ。この状態でもまだ周走生き延びてますもんね。で、下降橋の効いていた A 艦すらも倒していく。いや、周走やばくないですかこれ。いや、ほんと周走流行っていいと思うんですよ。そんな感じですね。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画見ていただけると嬉しく思います。皆が務めを果たしたならば当然の結果だ。